ようございます。おはよう、宇多田ハットクです。おはよう、宇多田です。おはよう。おはよう。皆さん、ぜひイベントに参加しているので、星投げカウントお願いします。あ、来てくれてストレッチ準備したよ、ありがとう。ちょっと申し訳、超申し訳ないんだけど、私今日ね愛媛にいるんですよ今で、昨日寝落ちしたからあのお部屋の片付けパッキングはまだしてなくて、そうもうねこの時間にしないとちょっと間に合わないので一瞬ストレッチを待っていただけませんか。今ちょっと配信しながら片付けております。手は誠に申し訳ねえ、かたじきねえ。まず昨日寝落ちしちゃって今急いで乾燥を伏せやってる、ま、冷房ついてんのかな、これなんかマスクもせずに何もた加湿器ももう水がなくなっちゃってて、そんな中寝てしまいましてね、寝落ちしてしまって汗で今丸めたティッシュを突っ込んだこのマスクをつけてます。加湿器をバンバン炊いてます、押せてね。でもまあ喉が痛くないのでまあ大丈夫でしょう。皆さんありが花びら6位まで23万ポイント20。お今日は昨日はあの何話そうと思ってたんだっけ。ひらぎさんありがとう、くまちゃんありがとう。何話そうと思ったんだろう私。今日の予定は純米ラブ出ます、久しぶり最後です。今月最後ではないんですが、まあ、ほぼ最後と言っても過言ではないくらい、あと1回しかないです。おお、指先綺麗ないい香りの薄プペガサスイクルじゃん、前ハツカが話したやつだねあれが結婚してマジで何もしてなさすぎて準備を今ハツカは焦っとる。な言ってすぐまとめれそうだけど、せっかく朝早く起きてストレッチしたいって言ってくれてる方もいるから、ちょっと30分までには終わらせたいね。ちょっと30分まではちょっと席立っちゃうかもしれない、一瞬できるだけ格内に入れるようには頑張ります。おはよう。全然落ち着いておりますわ。言ってね。言って。あと1時間。この1時間あるんだけど、その1時間を配信すると言ってるから。と配信しながら腹減った。おはよう。
昨日はちょっと遅く寝た。ちょっとすごい寝起き感あふれる前髪で申し訳ねえ。昨日はそうだね、だろう、なんか昨日何を話そうと思ってたんだ。まあ今日はね、ジョン・マイ・ラブが6月26日で、次が26日の1回ということで、ちょっとそれまで空いちゃうから、ウドさんありがとう、さくらんぼ20万ポイント入っちゃうから、ちょっと悔いなくできるようにね、頑張ります。昨日ちゃんと寝る前に、最近毎日5分は編集をしようっていうのを決めてるんだけど、動画の YouTube のね、昨日一応やることあって、お眠だったけど、動画5分は7分編集しました。偉くないですか成長っすね。コツコツっていうのが大事だわと思いました。やっぱ7分やるだけでもさ、進むしね。うどさんありがさくらんぼ。あとなんか昨日は本当に時間が全然なかったから終わっちゃったけどな、っんで5分と思って始めたらさ、1回始めさえすれば人間って結構やれたりとかするじゃん。だからね、いいね。ショールームの編集ね、ショールームの編集って YouTube の編集ね。昨日そのさ、荷物の片付け優先するとかさして、いつもね編集を全く後回し、編集あとじゃあ後でいいやって言って後回しにして全然終わらなかったから、もう5分は必ずするっていうのはもう決めてるの。そうで、その後に片付けをしようと思ったけど寝落ちをしたっていうね、ただそれだけの話を。よし、オッケーオッケー、綺麗になった。動画の実時間全然違います全然違います。動画はもうちょっと長いです。今編集して動画はもしかしたらもうちょっとカットしたり、もうちょっと逆に追加するかもしれないから、わかんないから13分くらいあるかな。またね、中で、確かに寝落ちほどいいものはない。確かに。ちょっと一瞬荷物を持ってきます、こっちに。くらいのあれなんで、いつも最近動画編集してるらしい。そうそうそう、一緒に頑張ってる。ちょっと吉田さんはちょっと最近あの実態がつかめてないあの吉田さんはね、基本 LINE 見るのが遅いのよ。だから吉田さんはね、 LINE がだいたいね、夢見るの動画で、夢ニールの LINE のグループで会話してるときは、だいたい会話に参加しないか、吉田さんっていうふうに言ったら、だいたい結構時間が空いて返事が来るから、今の何をしているのかが全くわからないんですよね。
謎の女なんで吉田さんは。まあ、そういうカレンちゃんがこのグループにいて、このほんわりしてくれてるおかげで成り立っているので、人それぞれ、人それぞれのね、あれですね、役割ですね、なんか役割というか。そう、私のミスさんも結構さ、バスバス系じゃないですか、オラオラ系じゃないですか。そうそう、オラオラ系でさ、まあ私オラオラ系がね、オラオラしてないんだけど、結構イエーイやってるぞーみたいな感じの人たちだからさ、まあね、そういうのがね、怖いよっていう人もいるかもしれないけど、それをあのマイペースな吉田さんが、はい、マイペース吉田さんが緩和してたよね。マクさんありがハート、マクさんありがハート、スノーさんもありが、クマちゃん緩和していただいて、ありがお花、ありがお花とさくらんぼありがとう。あ、6位まで19万ポイントになった。あ、ちょっと濡れマスクあるから、ちょっと濡れマスクしようかな、就寝用だけど。ありがとう。うんうん。ありがとう。まあでもちょっと吉田さんには LINE の返事だけでもしていただきたいところではありますね。うるおった、うるおった。もうちょっとなんか事務所行ったら蜂蜜でもガブ飲みしようかなって、目が言う。これからメイク配信？違うね、今日は一旦パッキング配信です。まあ、集めて詰めるだけだから、もうすぐ終わる、すぐ終わるよ。もう一瞬荷物を取りに行かせてください。一瞬だけ荷物を取りに行って、忘れ物は最悪しても、また
なんでこんなに濡れてんだろう、この袋。ちょっと。あれあれ。なんかすごい顔が長く見える。アメジスタとマクダダン、初見たいさん、かわいい、ありがとう。ありがかわいい。ちょっと勉強もしねえとな。おはよう。おはようね、みんな。おはよう。今が、あ、178,000。あと40、あと40分で6位になれないかな。厳しいかな。よいしょ。目がね、これも持って帰ろう。よいしょ。そう、今日は10時半公演です。おはよう。あ、そうだ。あ、おはようございます。そうだ、頑張ってください。ありがとう。ぜひ星なぎと感動していただけたら幸いでござる。おーちゃー、今日やばいな。今日ちょっと時間がやべえな。いつもこの時間ストレッチとかしてるから、今日あんましゆっくりできないぞ。マジ朝公演の時ほんま時間ないのよ。まさくまさん、ありがくまちゃん、ありがくま、ありがまさくまさん、ストレッチだけでもしたいよね。わかった。ひらめいちゃった。今ここでパックをしよう。あ、待って、メイクポーチ置いてきたな。ダメだ。メイクしようかと思ったけど、ちょ、メイクポーチ終わってた。置いてきてたわ。ダメでした。そうじゃん。
そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。おはよう。そうじゃった、そうじゃった。そうじゃった、そうじゃった。チッチカチカパン。ストレッチまた今度でも大丈夫ってこと。いや、ありがとう。せっかく朝6時に起きてくれたから、5分だけでもやろう。時間があったら1時。あ、でメイクポーチ持って帰ってる私。なんで？なんでや？なんで持って帰ってるんや？普段持って帰らないの。まあいいや。ありがたい。で、締めくぼちを持って帰ってたので、ちょっとおメイクしますか。日焼け止め。ああ、そうそう、あとパソコンの充電器たちをパソコンの一本片付けるか。あの、こういう忙しい時に、いや、誠に便利なものがありまして、世の中には。ゴミでしょ。この世の中、世の中ね、そう、誠に便利なものがありまして、あの、ちょっと今からひどいすっぴんが映ります。覚悟。あの、化粧水をねするのがちょっとピンが見つ当たらないから、ちょっともういっちゃわせていただく。パックをね、パックをしたいと思います。はい、今からすごい顔になります。チェンチェン。はい、こちらは最近買いました。最近でもないけど1ヶ月前に買いました。メラノ CC のパックです。私ってすっぴんの顔押さないって言われるけど、メイクの顔するとさ、押さないって言われないからさ、最強の顔だね。最強の顔だね。メイクとかちょっと変わるだけで全然雰囲気を変えられるって最強じゃね。サッタンさん、ありがとう。はい、ただりがない。はい、こうやって片手間に化粧水代わりにパックをしながら、ちょっと片付けのスムスっていただく。サッタンさん、ハートありがとう。お、6位まで16万。昨日はちゃんと足の筋トレもしました。ちょっと待って、喉が乾燥しちゃう。喉が乾燥しちゃうからマスクしよう。パックの上からマスクしよう。違う、すんごい状況じゃないこれ。すんごい状況だよね、これ。やばいね。すごい、見てこれは。笑っちゃうくらいひどいね。あ、舞台に今命かけてるんで。そうっすね。舞台に命かけてるんで。で、ちょっと、アップ。
ップルウォッチ充電したいな。アップルウォッチを充電してくる。一瞬、あー、またやっちゃった。このオイルまたこぼしちゃった。ふきふき、もう嫌なんだ。もうこれなくなっちゃうよ。前買ったばっかなのに。もうないよ。おはよう、どうも怪物です。ちょっと一瞬アップルウォッチの充電に行ってまいる。アップルウォッチって意外に1時間あれば充電できるよね。よいしょ、充電できるのよ。よいしょ。あとなんだろう、何？あと何が？あ！ほぼ終わりか。かゆっ。オッケー。あ、でも喉もなんか潤ってきました。手厚い看護のおかげで。おはよこれは台本か。台本はあっちやな。これは充電器。これもこう、あそこ入れる。星はいらない。おはよう。今は化粧水乾かしタイムです。よいしょ。遊びに来たよ。ありがとう。遊びに来たついでにカウントと星泣きしてくれたら喜ぶよ。喜びます。6位まであと15万6千。この15万6千、この15万がなかなか縮まれないね。難しいね。おはよう。早く乾け。まさかざっとマーク夫婦さん、ありがとう。すごく14歳の時の顔になってる。それ全然嬉しくない。それ全然嬉しくないからやめて。全然嬉しくないよ。まあ、でも事実を言っただけだもんね。この人なり、この方なりのね。まあ私は嬉しくないけど、まあ、それはしょうがないか。14歳の私、絶対な、14歳の時の私の、だってなんか今までのさ
綺麗になろうとした努力が全部さなくなった感あるじゃん、14歳の時に戻ってるってことは。それがなんか嫌よね。まあ多分そんなつもりで全く言ってないんだろうけれども、まあ別に全然いいんですけどね。よいしょ。ちょっと今日の T シャツ短すぎてお腹出る。パーカー着よう。私のデブバラが出ちゃう。おデブちゃんな、プニプニバラちゃんが、最終できた？すごい、ありがとう。OK、メガネ、OK。よし、さあ、乳液を塗ります。あ、待って、間違えた。間違えてる。待って、まあ、佐久間さんがこの私が超間違えちゃった時にありがくまタワーしてくれてる。ありがとう。慰めのタワーかしら。絶対違う、同じタイミングだった。ありがとう。え、待って、いい感じに服こぼれてない？あ、こぼれてるか。こぼしちゃった。ぶっしゃくな顔表をこぼしちゃった。ありがとう。ありがとう。ありがくまた、まさくまさん、メモっときます。ありがとう。ありがとう。ノリノリ。あら。ありがくまさん。間違えた、混ざった、いろいろ。まさくまさん、ありがとう。ありがとう。ピース。この顔でやだな。頑張ってね、ありがとう。大切に受け取ります。すごい老廃物が溜まってる。ありがとう。よし。好き好き。ありがとう、まさくまさん。忘れないうちにメモっとこう。だだだだ。よいしょ。すごい、123,600になった。ちょっと差が縮みました、おかげで。今日。OK、メモ完了。OK、乳液が乾いたので、どうしようかな、下地かな、カバンどこ置いたかな。カバンを取りに行かせてください。ごめんね、なんとも先立って。すごいプニプニしてね。そんなことないか。うっしゃい。Hey, come on. Check it out.
そう、30分くらいはたくさんやった方が、多分回数が多い方が見れる時間がね増える人もいるだろうしね、いいんだろうけど、ちょっと私は申し訳ない、時間がなくて。片付けね、おはよう。今日もセオルする？ありがとう。いい感じにまとまってきました。皆様のおかげでありがとうございます。ほんまにほんまにありがとうございます。いい感じに綺麗になってきました。下地も見つけました。ありがとうございます。サッタサリガダルマね、声も大丈夫そうでよかった。寝落ちしてちょっと不安だったけど、あ、そうだ、それでだ。キャンさん、ありがとうございます。はい、チェキラカムサハムンだ。下地とファンデーションは違います。正解、違うんですよ。キャンさん、ありがとうお花。そうなんです、違うんです。たら日焼け止め塗ります。アリ、このアリっていうのはそこそこ日焼け止め、ドラッグストアの日焼け止めの中ではちょっと高いかもしれない、高いですが、日焼け対策はね、大切ということで頑張って買いました。キャンさん、ハートもありがとう。お、11万8000になってる。今日間でなんかできないかな、配信公演、それが分かんないのか。でも厳しいか、夜だな、夜まとめてやるかだな。早く行けたら、ただその早く行けなかった時がもうできないのかな。ピンつけないの、ピンちょっとないんです。そう、今なくて、まるちゃん置いてきちゃったかも、事務所に、うん、劇場に置いてきちゃったかも。そう、ちょっと腕とかにも塗っとこう。あ、ゴムあるから買わなきゃだけど、すごい。自分の髪の毛長いな。おはよう。日焼け止め塗り塗り中、日焼けはをやめしない方がいいって言うよね。なんかどの皮膚科の方の YouTube 見ても、紫外線対策は絶対みたいな言うじゃん。だからほんとそんなくらい大事なんだなって思った。寝れなくてやばい、マジヤクルト戦じゃね、ヤクルト1000の出番じゃないですか。ヤクルト1000は私は飲んでないけど最近話題ですよね。
日焼け止め塗ったからファンデーション本当はもうちょっと置いときたいんだけど、ファンデーション大丈夫かな、いけるかな。40分だよ。この配信は7時までやります。本当はスポンジで伸ばしたいけど、ちょっとスポンジが今ただいまございませんので指でいっちゃいます。指でいっちゃいます。朝ごはんちゃんと食べてね、ありがとう。ちゃんと食べる、もりもり食べる。みんな食べた？もうまだ6時40分だけど。あ、そうだ、みんなさ、スタバの新作飲んだ？メロン味飲んだ人こん中いないですか？私ね、普段スタバ全く飲まない人間なんだけど、なんかあの広告でメロンを見た時になんかおいしそうって久しぶりにって思ったから飲みたいなって思ったんだけど、私でもねスタバでたまにスタバ行くと私基本新作買うんですよ。そう、基本その時売ってる期間限定のを買うんだけど、私ね甘いすぎると最後まで飲めなくて、いつも凍らせたり牛乳混ぜて凍らせたりとかする、まあ、邪道なねスターバックスのファンの方に怒られそうなねことをいつもしてて、あんましねスタバ高いじゃん。そのだからあんま買わないんだけど、クリームまでそのメロンっていうのはあのメロン味のメロンなのか本当のメロンの味のメロンなのか気になる。本当のメロンの味のメロンか、あのよくお菓子とかでメロン味って売られてるけど実際のメロンと味違うじゃないですか、そういうのってそっち系のメロン味なのかが気になります。どっちでしたか？最後にスタバ飲んだのいつだろう、1年前2年前とか覚えてないレベルで飲んでないわ。いつだろう、今不意に思い出させる思い、え、本当のメロン？フレーバーでしょ、何も知らないのに言わない言わない本物のメロンやしで、じゃあ買おうかな。今思い出させ思い出せる、あら飲んだ後のカップだけ置いてある。お子様かしら、お子様があれなのかな。なんか最後に行ったのはメリスマのライブの時もらった、メリスマの時に差し入れスタバもらって、その時かな、メリスマのライブっていつだ、だから3年前1年前2年前くらいかな、最後にスタバ飲んだの覚えてんの。その後飲んだかな、あんまり記憶がないんだよな飲んだで。その前はいつだろう。頑張ってください、ありがとう。あのメリスマのライブ確かほんとコロナが始まった時にさ、まだギリギリさできた時だったね、懐かしい。あれギリギリだったよね、確かその次の日のライブはね中止になったんだよ。ギリギリできた、コロナ始まった、ほんとコロナ禍に突入する時代だよね、懐かしいね。こんな世界が2年くらいも今続いてるなんて想像してなかったな。はい、伸びしました。じゃあまつげだけあと上げて、まつげと眉毛だけ上げて描いて一旦メイクは終わりにします。ねえ懐かしいね。しゅんごさんありがとう、花びらありがしゅんごさん、
めっちゃ懐かしい。楽しかったな。今まつげ上げるのに真剣になって黙っちゃった。オッケー。鳥の BGM 聞こえるね。ハッツの話忘れられない。そんなに衝撃だった。でも確かにメンバーの話って見ることないもんね。だいたいヒール靴履いてるもんね。さすほりゃって言われてみたら確かに。お、6位まで115,000。始めた時は20万だったから半分くらいになりましたね。売れていい。黙っちゃう。まつげやってるとほんまもうかたじけねえんだけど黙っちゃう。もういっかこれで。37分。ちょっとあと眉毛描いたら少しストレッチ5分ぐらいしてランキング読んでもうストレッチしながら終わろう。うどさんありげさくらんぼ。難しいよねビューラーって。あとビューラーの形がね自分の目に合わなかったりすると全然できない、上がらないよ。そう妹の目が結構奥、なんかあんまビューラー、自分が使ってるビューラーと私がね妹の髪の形が合わなくて全然上がらないの。でもさやりたくなる気持ちわかる。私も小さい頃お母さんのやってたわ。初頑張る。マジ眉毛が無法地帯だわ今。すんごいもじゃもじゃしてるからこの愛媛終わったら行ってくる眉毛サロンに。そうだからちょっと今恥ずかしいんだよね眉毛。恥ずかしいのよちょっと出すのがね。どう？眉毛下手くそよ私は眉毛下手なの。そう今日も一日頑張っていってらっしゃい。おはようございます。本日の朝のニュースです。皆さん今日も元気にいってらっしゃい。ハッツハッツ、何かに似てるって？そんなことはございません。
よし、リタメイク終了。あとはもう劇場入ってからやります。劇場入ってからやります。あつ、じゃあストレッチしよう。ちょっと動きたいね。あなたのタイプはつまんどどウィンジュカンチャンテン。君って、ああ全然違う歌歌ってる。今日暑いよね。今日暑いと思う。あつかは今日暑いと思う。知らんけど。じゃあちょっと方向変えて。マジで。マジで。マジでカモスハモネだ。はい。カモン。エースナペアトマクユウさん、じゃあまず朝起きたら肩甲骨を動かしましょう。肩に手を当てて、これをすると すごいいいよ。語彙力。これをするとすっごくいいよ。あと10回くらい。肩に手が届かない。反対。それやばくない？ストレッチしな。呼吸も忘れずにね。なんかファンデーション塗ったから肌が綺麗だね。じゃあ次はどうしようかな。カスガダンスでしょ。カス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 カカスカスカス。これ肩甲骨を寄せる感じでね。ほら天使の羽と言われる肩甲骨をギュッと寄せる感じ。カス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 カカス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 カ。ということで次、こうやってうんって下げる。こうやって上げてふーって手を外側にしてふんって肩骨寄せる。ああこう血流が巡ってきましたね。あと5回。ランキングは58分に読みます。結構ギリギリで。鬼瓦。鬼瓦。 OK。 じゃあ次は首のストレッチ。伸ばしてください。ちょ顔を若干伸ばしてる。こっち側の逆に向くと思う。伸びたりするかも。まあ自分で調節してみてください。これ呼吸止めたらきつい。あれだよ、ダメだよ。あー気持ちいい。血流巡ってる感すごい。滞ってた血流が動き出した。おはよう私の血流。気持ち悪い。変人だ。はい反対。宇野さんありが花びら。いいですね朝のストレッチは。
上半身って結構ね、なんかさ、ストレッチしようって言うと結構下半身から始めちゃいがちだけど、上半身のストレッチっていいよね。ここで息入ったら気持ちいい。でちょっと斜め、私はこの斜めが一番なんかこの肩につながってるのかな、これ筋肉かなんか伸ばしてる時が一番なんか痛気持ちいい。肩こりひどい人は やった方がいい。あとお仕事がデスクワークの方、肩こりに悩まされているでしょう。反対。あと2分。あ、シュートカウントしてくれたのありがとう。ブリオンちゃんありがとう。ちょっとずつ下増した。なんかこうやってここのさ、この肘をつけようとするとなんかさ、ここが伸びて気持ちいいなってことで今気づいた。ふぅ、はい、回してぐる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 コサミン、世田谷育ちのぐるコサミン、ぐる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 コサミン、世田谷育ちのぐるコサミン。はい、伸ばして、ブリガンチャーハートたくさんありがとう。ピョン。あと1分でランキング読まないといけないから、多分このストレッチで終わりかな。はい、反対。今日は上半身でした。でも意外に上半身のストレッチ結構できた気がする。二の腕太、もりもり二の腕。じゃあ今年は二の腕痩せも目指していこう。うん、 OK、 ランキング見ます。じゃあこのランキングを行きます。13位、ちまさん、ちまさんありがとうございます。ありがちまさん。12位、たくやさん、たくやさんありがとうございます。11位、紫モンドさん、紫モンドさんありがとうございます。10位、スーさん、スーさんありがとうございます。ありがとうございます。9位、エースのワンペアットマークゆえさん、エースのワンペアさんありがとうございます。8位、サッタンさん、サッタンさんありがとうございます。ありがとうございます。これ私読んでるの合ってる？7位、スノーさん、合ってるか。7位、スノーさん、スノーさんありがとうございます。スノーさんありがとうございます。6位、ヒイラギさん、ヒイラギさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。5位、まさかずアットマークウフフさん、まさかずさんありがとうございます。ありがとうございます。4位、ブリゴンアットマーク歌団初見たいさん、ブリゴンさんありがとうございます。ありがとうございます。3位、アメジストアットマーク歌団初見たいさん、アメジストさんありがとうございます。ありがとうございます。2位、ワクさん、ワクさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はマーサクマさん、まさくまさんありがとうございます。ありがとう、ありがくまちゃんタワーもありがとう。ひろくんさんありがファイトもありがとう。すっきりだね。よいしょ、今ふくらはぎ伸ばしてます。はい、ということで、やったー。はい配信ありがとう、こちらこそありがとう。ちょっと次の枠は分かり次第、ちょっとまだ分からないので分かり次第連絡します。まくりざしさんありがたこ、ちょっとタコのポーズが分からない。キュンキュンキュン。
カウントどうぞ。ありがとうございます。また来ます。待ってます。ハートもありがとう。首楽になった。やった。ちょっと今度からこの習慣化しようかな。多分しないと思うから聞かなかったことにしてまあまあちょっと、いやまた朝配信とかした時にストレッチしよう一緒に。宇多田ハツカのショールーム配信を見てくださってるみんな、健康化計画やろう。そうしよう。そうだね、45分前までに連絡できれば。じゃあみんないつ来てもいいように星だけ満タンにしといてくれたら嬉しいです。それではまたね。今日は見てくれてありがとう。またこれからの配信の予定とかも連絡します。また分かり次第。あとハッシュタグも決まりました。宇多田ハツカラストティーンの挑戦ということで、ラスト10代いい思い出が作れるように頑張ります。それではまたね。今日も頑張ってください。どうしても低いな。目が痛いな。お、なんかいいのあるやん。なにこれ。なんかいいのあるね。お菓子食べよう。8位になってるみんな。まあしょうがないな、配信できなかったんだもん。直樹さん、ありがとうレインボースター。やっぱ目がカピカピだわ。もうダメだ。ちょっとこの配信1時間やるつもりだけど、ちょっと無理そうだったら途中で終わります。目が痛い。眠いじゃなくて目がね乾燥してて、コンタクトレンズつけてるから。こんばんは。今日はね舞台出てたんだけど、舞台に出ていたんですけど、充電器欲しいな。近くにない。うん、なんか8になっちゃった。セキュー、お水欲しいな。これでやったら20日。ああ、そんなのがあった。これ一瞬抜きます。はい、のどがしょっちさん、ありがとう、ありがとう。今日舞台だったんだけどあー喉痛い。なんかすごい花粉飛んでるかな。ドア開いてる。そう、今日ね、ママ、まあいい、今日ジョンマイラブが朝公演だったんですよ。朝公演だったんですけど、朝公演って朝10時半に始まるのだから、だいたい回るのが12時半とか過ぎで、
ひらぎさんありがとう。そしたらだいたい1時くらいに片付けとか、1時過ぎに片付けが終わる感じなんだけど、その今日で舞台が一旦お休みだったので、今日終わったらこの愛媛から愛媛を出発するってなったんだけど、その交通機関の危険、あれ交通機関の事情で、2時間くらいかな劇場で待とうってなって、でも最初はね、わさぴさんありがいす、ありがとう。そう、え、セタさんかわいいでしょ T シャツ。最初はもっと、え、もっとねかかってた。最初はもっと待ち時間あったんだけど、ちょっとだけ早くしてもらって、マックスさんありがはーたんで、2時間くらい暇だったんですけど、みんなね片付け終わったら帰っちゃうんだけど、共演者の方が肩を引き止めて話し相手になってもらったんで、楽しく過ごせました。おかげさまで優しいですね。アクさんありがハート、優しかったです。アクさんありがお疲れ、ありがとう、お疲れだぜ。マーサーさんありがほ、レンボースター、耳かゆい、そう優しいです。そうだからみんなに会えなくなるの悲しい。見送り会言って、そうだね、これは2人くらいかな、そう私が。引き止めました。こんばんは、お水ちょうだい。なぎさんありがハート、耳もかゆいし喉もかゆいしダメだ。ちょっと配信ができる、耳がかゆいしどうしよう。お土産買いましたよ。こんばんは、元気元気。お、ありがとう。かゆっ、よくさありがお花。今日なんか変わったことあったかな。ないな特に。朝起きて配信1時間して劇場行って、歌を歌ってストレッチして、歌を歌ってたらリハが終わって、思ったより時間なくなって急いでカツラかぶって衣装を着て、スーさんありがくまん、ありがスーさん、
テスさんのアリガハナタマ。タピ。そう。うん。あ、確かにユーチューブっぽいね。で、公演が終わったから、終わって片付けしてたらして、でもまだ時間あったから。そう、共演者の方と1時間くらいおしゃべりして、あとはもう行って、その後もずっと何もしてないから、もう平和な一日でしたね。つまらん会話になってしもうた。しゅんごさん、ありがレインボースターと、ありがさくらんぼ。なんかもう、ジョーマイラブ見た方はぜひ感想を教えていただけると嬉しいですね。うん。スペースゴーさん、ありがお花。あと今日はインスタのストーリーの返信してた、ずっと。そう、インスタのストーリーの返信をずっとしておりました。ジェミさん、ありがくまちゃん。ありがジェミさん。あと14万ポイントだって、まだまだだけど、うん、まあ、やっぱり発信ができないと厳しいね。顔でかくなるよ、その顔したら。でもボッサボサだね。この時間眠いわ私。この時間はね、私寝てるからね。寝てないけど。宇多田は音、顔のパーツはお母さんかな。全体はお父さんかもだけど。そう。あ、感想言ってくれた、ありがとう。二幕の初めの歌、すごく大事な歌っていうのは好きです。嬉しい。そう、でもたまに大事に歌い、なんか丁寧に歌わなきゃって思いすぎて、ちょっとリズムがずれちゃうことが多くて、私リズム遅くなりがちなんですよ。だからちょっと最近はそれも気をつけなきゃなって思ってます。うん、性格はお父さんかな。全部が全部お父さんじゃない、宇多田ハスカっていう人間だから。宇多田やす、あ、ちょっと今名前言おうとなった。宇多田パパさんの性格に 100% は入れてないですね。ただ人のコミュニケーション能力の観点で言えば父に似てる。泣いて。ゆうやさん、ありがかわいい。はやちゃんさん、ありがこばん。そう、マイドリーム。ごはん。ただは変わってるって言われたりする。言われるは言われるね。思ってるとかそういうのじゃなくて、言われるには言われるね。事実言われはしますね。なんか最近結構舞台の方と初対面だったじゃないですか。なんかあんまし初めましてってなかなかそんなないじゃないですか。人との初めましたって毎日やるようなことじゃないじゃん。で、舞台出るってなって、まあ、3月に稽古に本格的に参加して人と話すようになって、そう、一気に何人か新しい出会いがありましたけど、まあ、まあ、そうそう、ちゃんと話してるのはね、何人かにね、初は変わってるねって言われました。でも変わってるって分かんないですよね。基準、私を基準にしたら私が普通になるわけですからね。
でも最近はでも私はでも話し方に癖があるんですよ。なんか人見知りとかまだあんましこう親密なね、なんか普通に話せる関係になってない方とかに対しての話し方が癖が強いから、それがね変わってるように聞こえるんだったら、もうだから逆に仲良くなったら普通だと思うよ。芝居良くなってる、うれびーピエン。でもまた20日空くからちょっと忘れないように毎日歌を歌うわ。そう、世界の中心、宇多田ハツカで愛を叫ぶ的な感じでございます。まさくまさん、ありがかわいい。私滑舌悪いですか？はっきり喋ろうと思えば喋れますよ。こうやってね、普段話してる、この話し方やめようと思ってたの忘れてた。歌に影響するからね。基本的にあんましこう普段話してる時に口動かさないんですよね。だから滑舌いいのか分かんないけど、いいか悪いかも分かんないけど、滑舌がいい私を見たかったら舞台見に来てくれ。はい、舞台見に来てくれさえ、そしたらあれ滑舌良くなってると思います。まあ、繰り出したもありがたくちゃ、まあ、確実にいつもよりはいいと思います。直樹さん、ありがレインボースター、ありがとう。まくりずしさん、ありがくまちゃん。余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさん、ありが花びらん。こんにちは。この話し方やめようと思ってたの忘れてた。この話し方、今のこの話し方をすると、このベロと軟口蓋、なんかベロがこうなんていうんだろう、口の中のこの空間がこんくらいなる、こんくらいだと歌はここの空間が大事らしくて、ここの空間が歌うときにね必要なんですけど、私話し方が普段こんな感じで、お願いして、それをめっちゃボイトレの先生にね、もうカッツの話し方は心がもうこうやって鼻のここら辺で、うん、あれだあれだあれって話すから、歌は軟口蓋上げてベロ下げて、歌らはつかですみたいな感じで歌ってねって言われてるの。でもやっぱ普段からそういうの直した方がいいよね。冒険が好き、嘘、嬉しい、ダメだ、ボロっちゃった。嬉しい、ありがとうございます。はやちゃんさん、ありがとう。そうそう、ダメだよ。ハピー、ちょっと待って、おっぱいハピー、こっちおいで。はい、そう、今までの見た鉄の中で一番好き、見たことないけど他の。そうだよね、宇多田のお姉さんで喋ればいいか。頭に何つけてんのこれ、耳がついてるよ。これは新しいお菓子、いただきます。はい、パモン。お手、あー、お手が見えない。ハピ、お手、お手、みんなに見えるように、はい、ありがとう。これはお手は右手でやるから、お手、おかわりは左手。はい、正解です。はい、握手、握手。はい、待て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 、あ、待て、あ、待て待て待て、よしよし、えらいね、えらいね、よし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 、えらいね、待てができるの、えらいね。
あ、もう食べたの？早いね。じゃもうちょっと近づく。まさかジャットマーク夫婦さん、ありがさくらんぼ。意外と賢いね。賢いよね、パピアね。ね。名前はずっとパピパピ言うてるやん。性別はどう見ても女子やん。年齢はどう見ても11歳やん。犬種はどう見てもミニチュアシュナウザーやん。由来はそれは何に対しての由来やねん。性格は見ての通りビューティフルでおとなしくて品のある素敵な犬やん。値段を聞くのすごいデリカシーがないわよあなた。値段は覚えてないよ。値段とかじゃないやろ。お口大きいんだね。お口大きいんだね。そう、私パピちゃん。パピの名前の由来は特にないよね。お姉ちゃんがつけたんだよね。パピだーん。かわいい顔してるね。なんか。かわいい顔してるわ、ほんま。かわいい。今日、今年の生誕グッズも私の毎年恒例我が家の愛犬パピちゃんがグッズになりました。ポコちゃんもいます。イラストは私が描きました。もともとは紫色で描いてたんですけど、ちょっと印刷の関係でちょっと色がつくと、なんかすごいモザイクを若干かけた感じのフィルターをかけてるんですけど、あの絵それがあると色だとモザイクみたいなのがなくなっちゃうって言われて、ちょっとそれだとちょっと悲しいなと思ったのでモノクロにしました。まあでもなんか俺紫だとちょっと可愛すぎたかなと思って、まあでもまあモノクロでもまあ普段として着れないかもしれないんですけど、そうそう、ちょっとまあモノクロでもまあいいかなと思ってモノクロにしてみたよ。ねえパピタン。まあパピは実際モノクロだもんね。ねえパピタン。あの元の描いた紫の絵はツイッターにあげてるので見てください。ねえパピタン。あ、ポコちゃんが出てったよ。ドクランでもよく見る？だってパピタン。でも一番ね、私が街中歩いててよく見るなと思う犬種はトイプードルじゃない？トイプードル一番よく見るよね、パピタン。あとやっぱり柴犬多いよね。うん、寝るの。喉かゆいです。あと11万ポイントで7位。やっぱりトイプードル一番人気なんだってパピー。へえ。木漏れ日の密度でもうすぐ夏だよって風が教える。眠くなんてないんだよ。人見知りと知るまでずっと君を誤解してた。マイナスからのこの恋、君は僕らそばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕ら変なとこが。ありがとう
朝熊さんミラーボールありがとう、ちまさんもおんぶありがとう、笑顔のまま変わらない君が好きだ、夏になったら毛刈りしてやるんですか。そうですね、夏とか関係なく定期的にやりますね。定期的にカットはしないといけない研修です。ミニチュアシュナウザーは出た、うん、まだ後ろに入っちゃう、遊んでんだ、うん、歌が上手くなった、やった嬉しい、いやなんか暑いねえ、ありかわいいね、かわいいね、一度きりのそのキスは夜空横切った流星。ティッシュつけすぎやない？リミン、みんな明日のご予定は？明日のご予定は何ですか。エースのワンパットマークユウさん、ありがくま、今日移動中に編集しようと思ったけどね、ちょっと酔っちゃってね、できなかった、まあ、ちょっとした、ちょっとだけした、20分くらいしたけど、秘密ね、どっか他のアイドルさんのライブでも行くの？学校？うん。今回の舞台がミュージカルだからね。ね、パピ。パピがアイドル並みに前髪にこだわってたら怖い。スタバでメロンメロンしたい。それね、夢見る3人で編集頑張ってるんでしょ。そうです、それぞれ担当の動画があって、その担当の動画の編集してます。今みんなで頑張ってます。明日の配信のスケジュールは決めてないです。ちょっと明日どうなるんだろう。明日ね、明日どうなるんだろう。ちょっと待ってね。じゃあ3本は上がるってこと？っていうかずっと編集はやってるのよ、3本。てかストックはたくさんあるんだけど、編集が一生に終わらなくて、で最近だけでも毎日やるようにしようっていうのを決めて、一応私をそう5分だけでもやろう、じゃあ忙しい時もみたいな感じでやってて、最近それをここ4日前くらいからやっと始めたので、編集は一応止まってた編集は進み出したから、まあ、あと1週間後にね一つ完成できたらなって感じです。だからちょっとこれからこんな感じで毎日編集できるように頑張るので、投稿頻度が徐々に上げたいなっていうのはありますね。あとは今日の5分はこれから、一応今日は編集は20分はもうしたけど、まあ、もうちょっとやってもいいかなって今思ってます。はやちゃんさん、ありがこばん、とハートありがとう。あとはなんか個人的には1週間に1回は3人で電話したいねって言ったんだけど、ちょっとどうなるかわかんない。さん、ありがとう、くまちゃん、はい、
全鉄大集合のチケットまだ販売してるので、はい、ぜひぜひ来てください。ライブ26日の午前には公演もあって、私のジョンマイラブの公演を見てまたライブを見れるっていうすごくお得な気持ちになれるようなスケジュールなので、ぜひ迷ってる方はぜひ来てください。エースのワンペアとマーク、イエースさん、エースのワンペアさん、ありがなびら。ライブ配信あるよね、ちょっとまだわからないです、それは。でもあるの期待してなかったら悲しいので、ぜひ現地に。両日どっちも行く、嬉しい、楽しみ。エースのワンペアとマーク、ユフさん、ありがなびら。本当に来てほしい。宇佐田のファンの方は来てほしいです。みんな来てほしいんだけど。宇佐田のファンの皆、宇佐田のことが好きでいてくれている数少ないファンの皆さんには来てほしい。心の底から。だからもし宇佐田のファンの方の友達とかが今日配信見てないかもしれなくて、行く予定ないって言ってる方は全力で呼んでください。ライブと公演全力で呼んで、初推しの友達がいるみんな来た方がいいよって呼んでほしいな。そう、ジュリナちゃん来ますよ。こんばんは。あ、オンライン夕食会あれちょっとよくわかんないけどあるらしいね。ね、そう、私のファンじゃない方もぜひ公演見てほしい。そうそうそう、ライブだけじゃなくてせっかくだから。ね、言っといてね、友達に宇佐田推しがいたら。前日大集合とジョン・マイ・ラブ絶対見に来てねって言ってたよって。発説見に来て。セットリストはもう決まりました。嬉しい。初のジョン・マイ・ラブ。じゃあ、まあ、ルーンちゃんとはちょっと違ってあれかもだけど、宇多田初なりの鉄を見せれるように頑張ります。そうだね、遠い二郎ちゃん出るかな。それも待ってからのお楽しみで。そう、湯本さんはどうだろう、ちょっとわかんないな。ちょっとまだそのジョン・マイ・ラブのコーナーに関しては私まだ何も知らないので、ちょっと申し訳ないんだけど、もし知らないから、あの AKB のライブパートは分かってるんだけど、そう、ジョン・マイ・ラブのパートの時の衣装とかもちょっとわからないかも。あと20分。何する？歌でも歌う？でもちょっとカラオケのイヤホンがないから。いやでもあれだよ、 iPhone 充電器のやつ刺さないといけないやつ、くっつけられないか。ん？イヤホンあ、そうだよね、まあ、何もないって分かっててもそう思っちゃうよね。チュッ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 
ララ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 ラ、木漏れ日の密度でもすぐ夏。この時間って言って人見にあれだね、見に来ない時間だね。お釈迦だとマーク夫婦さんもありが花びら。まあ宇多田の宣伝が足りないのもあるだろうけど、この時間やっぱり一番人が来やすいのって8時とか7時から10時くらいだね。ガラダラシ、我らのゴールドは、うん、はは、変気こそば、たた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 、出会うために。ね、ナナちゃんめっちゃねすごいよね。私も明日はどうだろう。明日か明後日どっちかは無理だけど、ずっと予定があってできなかったけど、ちょっとお休みになるから、できたらできるだけやりたいね。本当は踊りたいですわ。うん。もうこの時間なんだ。ちょっともう配信。いやいや。ポコちゃんが見えるんだけど。なんで？わかんない。ポコちゃんでスパオロ。似てる。こんばんは。何これ、バイクでも乗るようになったの？自転車。どうして？虫が君の防ぐのと耳からも入ってくる。こんな人いますか？初めてだ。バイクでも免許でも取ったんかと思った。これにする。いやいやさん、ありがとう。どうですか、夢になっちゃう。あっ、あっ、いやいやさん、ありがとう。ポコちゃんがずっと見てんだけど。ポコちゃん見てる。いやでも今日配信全然できてないから。ポコちゃんだってね、トップ3目指すって言ってるのにさ、できる限りしないとだけどね。こんな顔だ。まあでもまあ楽しい気がしちゃう。それかでもかぶったら反射しそうだね。反射しそう。おー、びっくりした。なんかすごいすごいグッズを手に入れてよかったね。それどこで買ったの？ん？私？何円だった？いくらぐらいだった？5000いくら？4000いくら？妹が自転車用のヘルメット買ったらしい。バイクかと思うでしょ。うん、バイク、すんごいガチの。かぶる。かぶるけどちょっとみんな横にはけてね、反射するかもしれないから。あ、そっか。よし、よけとこ。うん、映るかもしれないから。はけてこ。はけとこ、はけとこ。あー、反射するね。まあ、いっか。はい、これが妹の自転車のヘルメットらしいです。すごくないこれ。
こんな人見たことない、こんな学生見たことないんだけど私。こんな学生見たことないんだけど。チリンチリン。エスナーペアットマークエスさん、ありがレインボースター。なんか虫が入ってくるのがいやらしいです。そうでもさ、そこ閉めてるとこに虫入ってきたら終わりだよ。そんなことある？確かに。でも虫、新品の匂いがする。あやばい、もう目が痛くて。虫がね、確かに電車こいでたらこう虫がこいでる方でペンって目に入ってくることあるもんね。もう耳もかゆくてね、もうねコンディションがね最悪なの今。もう目もかゆいし喉も、もう私の五感のほとんどがコンディション最悪。にゃー、うん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 。へえ。いや耳に入ってくるのも嫌らしい。コンタクト、それ今日ツイッターで ACL だっけが目の中にコンタクトレンズを入れてあの目の中にコンタクトレンズを入れて視力を上げるっていう手術があるんだけど、あれの、ま、なんかブログみたいな方が書いてる漫画があったんですけど、すごいなんかすごいいいらしいですよ。私視力めっちゃ悪くてさ、こうやってコンタクトつけてたらもうこのコンタクト朝7時じゃあ6時だ、そりゃこうなるわな。もう朝6時からずっとつけてるからもう目カピカピなんだよね。だからさ、そういう手術してくなっちゃうよね。コンタクトレンズ高いしね。肌の調子は普通にいいですよ。ここ最近の私に比べたら普通にいいです。歩く見えますかね。個人的にはいい方です。ニキビ跡は正直消えないんですよ。全然ニキビ跡ってなかなか消えないから、そう、受けてる人いるかな、この中にいないか。でもレーシックは、あのね、レーシックは眼球を削るんだよ確か。でもその ACL、 その眼内コンタクトみたいなは眼球に少し穴っていうか眼球を少し切って、その中にレンズを入れ込むみたいな手術。そう配信してなかったら、そうだね、今頃コンタクト取ってるね。そう、やっぱでもね怖いよね目は。何があるか分かんないからね。そう、あっ。
も自由自在になるといいね。なんかあれですね、うん、こんばんは。そうですね、私って何が向いてるんだろうね、難しい。私って何が向いてるんだろうな。将来何が向いてる。今日なんか、そう、今日その共演者の方が、あの宇多田が出発するまで一緒に行ってくれたって言ったじゃないですか。話をしてくれてたんですけど、心理テストしてたんですよ。心理テストしてて、なんかの心理テストで、これで分かるのはあなたが今何に対して不安を持ってるかみたいな心理テストで、私未来に対してしっかりした未来に対して不安を持っていますみたいな。あ、一個だけ心理テスト覚えてるやつやりますね。じゃあ、はやちゃんさん、ありが花びら。皆さんも考えてください。お家の庭に壺が埋まってました。その壺の中には、今から言う選択肢4つの中で何が入っていたでしょう。想像してください。1、壺の中に家系図が入っていた。あの地面から出てきた土、土を掘ったら出てきた壺の中に家系図が入っていた。2、壺の中に小判が入っていた。小判、うん、喉かゆい。3、壺の中に蜂蜜が入っていた。4、壺の中にはその地面の土が入っていた。はい、どれでしょう。皆さんどれにしますか。これ正解はないです。心理テストなんで。2番、小判、うん、答え全部覚えてないかも。ハツカは何にしたの。小判。おお。あー、そうそう、覚えてる。オッケーオッケー。蜂蜜、小判、3番、ちょっと3番蜂蜜か、2番が小判だよね。じゃあみんな考えたかな。じゃあ正解を言います。正解じゃないか、シルテスの結果を言います。まず1番の家系図を選んだ方、まずこの心理テストで分かるのは、あなたが何に騙されやすいかが分かります。では1番を選んだあなたは、1番を選んだ、家系図を選んだあなたは、家柄やそういう家柄とか職業とかに騙されやすいみたいな人です。で、2番の小判を選んだ人はお金に関することで騙されやすい。で、3番の蜂蜜を選んだ方は見た目とか言葉、甘い言葉に騙されやすい。で、4番の土を選んだ方は、あなたは現実をちゃんと見てるので比較的騙されにくいでしょうっていう心理テストでした。そう、まんまだけど、何の心理テストをしてるかは分からなかったでしょっていう心理テストを1時間くらい一生やってました。あと何やったかな。自分たちが言った回答しか答え見てないから、ちょっと分かんないかもしれない。
私は小判を選んだからお金で騙されます。4番は全然考えてなかった。私も4番も一瞬考えたけど、うん、っていう心理テスト。心理テストって面白いよね、うん、あの星ひとみさんの星座、うん、生年月日の占いみたいなのがネットにあるんで、それもね結構当たるんでやってみてください。はちみつねないよね。でもねその舞台の方ははちみつにしてた。2人3人でやってたんだけど、はちみつと2人が小判だった。出てました。はちみつだね、うん、本当だよね。粒に蜂蜜入れてんのプーさんくらいだよね。舞台の方に会ってます？毎日会ってるよ、舞台出てたから。もう今日からはもう今日もう終わったから会わないけど。そうだよね。え、占いは、私は占いを信じるっていうか参考にする。なんか占いで全て、なんか例えば占いしてあなたはこれが向いてないんでやめた方がいいですって言われたからやめるとかそういうことはしないんですけど、なんかそこまでの占いも行ったことないんですけど、普通に目覚ましのさ星座占いとかは見て、あラッキー1位だとかそんくらいなんだけど、私そう、それもコロナの療養中にすごい時間があったんですね。そう、コロナ療養中にお家で療養しないといけなくて、で人と会わなかったからミッサーと、またそれも舞台の共演者の方とこうグループツアーをして占いを見てたんですけど、その星ひとみさんの星座占いみたいな、星座じゃない、生年月日占いがあるんですよ。生年月日打ったら何個かタイプがあって12個くらいタイプに分類されるみたいな。それも結構当たってるの。だからそれは普通に他の人の調べても、あ本当にこの人の性格言ってんなって思うくらいあったから面白いかったですよ。あー舞台向いてる。あーあーうん、8であと10年もう30歳になってるか。30歳か。そう、面白いからやってみて。星ひとみさんの生年月日の占い、あら9位に下がってしまいました。やってみて。私はそれは月タイプみたいなやつだった。あのそのサイトから宇多田の生年月日打ったら、あの宇多田の結果も見れるから気になった方は調べてみてください。多分結構合ってるなと思うと思う。うん、やってみて。エースのペットマクさん、ありがとう。レインボーした、たくさんありがとう。ありがとう。ありがとう。すごい、たくさん。ありがとう。血液型は信じますか？あんま信じないか、あんま当たってないと思うんだよね。わかんない、なんかなんとなくあの人 B 型なんだとか AB 型なんだ、面白いくらいかな。しん、めちゃくちゃ信じはしないか。そうそうそう、星ひとみさんのちょっと詳しい名前も覚えてないけど、生年月日打つやつだあればそれだと思う。実は B 型です。マジで？
こんばんは。なんかそういうのってでも楽しんだもん勝ちだと思う。なんか占いとかもさ、いやそれって本当に、あ、なんか当たるとか科学的にとかさ、そんなこと言ったらキリないじゃん。それでさ楽しんだもん勝ちよな。あ、かもしれないみたいな。あ、ありがとう、まさくまさん、ありがほしい。歌だわね。でも何、あ、すごい、なんかこれ充電器なんだ。うん、あ、待って、57分じゃん。ランキング合わないともう消えちゃう、危な。13位、源さん、元さん、源さん、元さん、ありがとうございます。12位、まさかだとマークふふさん、まさかとさん、ありがとうございます。11位、はやちゃんさん、はやちゃんさん、ありがとうございます。10位、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。9位、すーさん、すーさん、ありがとうございます。8位、なおきさん、なおきさん、ありがとうございます。7位、テスさん、テスさん、ありがとうございます。6位、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。5位、まくりざしさん、アンドパック、アンド、あ、まくりざしさんとマーク、パピアンドポコーさん、まくりざしさん、ありがとうございます。5位、4位、ショッチさん、ショッチさん、ありがとうございます。3位、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。2位、バクさん、バクさん、ありがとうございます。そして1位はエースのワンペアとマーク、エースさん、エースのワンペアさん、あ、はじめさん、なるほどね、はじめさん、ありがとう、ありがとう。ということでもう切れちゃうかな。今日はランクアップちょっとランクダウンしちゃったんですけど、まあそれはねしょうがないという、みんな頑張ってくれたからありがとう、感謝ですね。仲良い、終わる頃になってちょっと目かゆいのと喉かゆいと耳かゆいの落ち着いてきた。応援してくれてありがとう、感謝です。10代ラストなんでね、笑顔で終われるように頑張ります。じゃあもう切っとこうかな、急に切れたら悲しいから。じゃあ今日は見てくれてありがとう、またねスケジュール考えたら出します。ありがとう。お疲れ様。おやすみ。